ご紹介ありがとうございます。旧大の本田です。本日は当研究室と DBCLS の共同研究によって開発されたチップアトラスというウェブツールについて、開発者ではなく一利用者としてここでご紹介させていただきたいと思います。まずチップアトラスとは何かということですけれども、一言で言うと何がどこにひっつくのかということが全てわかるといった夢のようなウェブツールになっております。これを使いますと、例えばニューログ1という遺伝子の周りにこういったタンパク質が結合するということが簡単にわかります。すなわちある遺伝子が何によって制御されているのか、こういった転写因子によって制御されているということが一目で見てわかります。ではどうしてこのようなことがわかるのかといいますと、これまでに論文などに投稿されたチップシックデータをすべて収集して、アライメント、そしてピークコードを行い統合して表示したものがこちらになっております。このようにいろんな人のデータを寄せ集めることによって、ある遺伝子が何によって制御されているのかということがわかります。では一体どれぐらいのデータを集めているのかということですけれども、人のチップシックデータで約40,000、マウスのチップシックデータで約35,000集めていまして、他の生物種等も含んでおります。またこのデータというのは毎月更新されておりますので、常に最新の情報を得ることができます。また次にチップアトラスの機能についてですが、チップアトラスにはピークブラウザ、ターゲットジーンズ、コードオカライゼーション、エンリチメントアナリシスという4つの機能があります。ピークブラウザでは興味のあるゲノム領域に何が結合するのかということが一目で分かり、ターゲットジーンズでは転写因子の標的遺伝子を、コードオカライゼーションでは共極材する転写因子を探すことができます。またエンリチメントアナリシスではユーザーデータの解析や自身のデータと既存データというのを比較解析することができます。本日は時間の都合上、こちらピークブラウザーとエンリッチメントアナリシス、この2つに絞ってこれらの使用方法等についてご紹介させていただきたいと思います。まずピークブラウザーに関してですが、こちらは興味のあるゲノム領域に何が、先ほどもお示ししましたように、その興味のあるゲノム領域に何が結合するのかということをビジュアルで表示してくれるといったものです。使用方法に関しましては、まずウェブ上でチップアトラスと検索していただき、サイトに入っていただきますとこのような画面が表示されますので、こちらをクリックしていただきますとこのような画面が表示されます。ここでまず抗原と細胞クラスというのを選択していただきます。クラスというのはここではヒストンを選択していますけれども、 DNA シックや RNA ポリメレス、転写因子等を選択していただくこともできますし、全てを選択していただくことも可能です。またセルタイプクラスというのはアディポサイトやブロードボーンブレストなどいろいろありますけれども、今回はエンブリオ、またセルタイプをエンブリックブレインズと選択しました。そしてこちらのボタンをクリックしていただきますと、ゲノムブラウザーの IGV と連動していまして、まずこちら側に興味のある遺伝子名やゲノム座標というのを入れていただきます。今回は私の研究対象でもありますニューロンの分化に重要なニューログ1という遺伝子を入れました。するとこのようにニューログ1近傍のヒストンの修飾情報が表示されます。またこちら、この辺りはニューログ1の転写開始点になりますけれども、この TSS 近傍には H3K4 のトリメチルや K27 のトリメチルといった、それぞれ転写活性化または抑制に働くヒストン修飾が入っているということが分かります。さらに面白いことに、この TSS から上流約7キロこの辺りですけれども、ここにはヒストン H4 のジメチルやモノメチルといったエンハンサーの固有のヒストン修飾というのが入っているということが分かりました。すなわちこの領域というのはエンハンサーとして働く可能性というのが高く、こういったループ構造を形成しているという可能性が考えられます。実際に私の専門でもあります体性器の神経幹細胞で 3C 汗を行いまして、このよう
これ確認しましたところ、ある発生時期でのみこういったループ構造を形成するということを今回チップアトラスをヒントに新たに発見することができました。また先ほど光源の方をヒストンと選んだのですけれども、転写因子を選びますとこのように転写因子の結合情報を表示することもできます。またどこでもいいんですけれども、こちらバーの方をクリックしていただく、していただきますと、このように個々の実験のアライメントデータというのを閲覧することも可能です。次にエンリッチメントアナリシスに移りますが、こちらはユーザーデータの解析をするといったツールになっております。このツールを使うと、例えば分化中に発現が変動する遺伝子、アップレギュレーテッド人やダウンレギュレーテッド人、こういった遺伝子群の上流を知りたいといった方におすすめになっております。使用方法に関しては、まずチップアトラスのサイトのこちらエンリッチメントアナリシスをクリックしていただきますと、このような画面が表示されますので、まずこちら側に発現上昇する遺伝子群の遺伝子名というのをそれぞれ入れていただきます。そしてこちら側には比較対象の発現が低下する遺伝子名というのを入れていただきます。そしてここのボタンをクリックしていただきますと、発現上昇する遺伝子群の上流の転写因子、すなわちマスターレギュレーターを同定することができます。またこちらは遺伝子名を入れましたけれども、ゲノム座標を入れることもできます。こちらは炎症性腸疾患スニップのゲノム座標、クロモソーム1番のどこからどこまでといった情報が書かれています。またこちら側には比較対象となるその他のスニップのゲノム座標を入れております。そしてこちらのボタンを押していただきますと、数分後に炎症性腸疾患スニップにエンリッチする転写因子というのを同定することができます。でこれがその候補因子のトップ10になるんですけれども、炎症性腸疾患スニップというには炎症関連因子の STAT1 やまたマクロファージの分解に重要な PU1 というものがエンリッチしているということが分かりました。でここで最も重要なのが、これらは腸に由来する細胞ではなく、モノサイトや T セル、マクロファージといった免疫細胞のチップシックのデータです。これは炎症性腸疾患が腸の疾患ではなくマクロファージが原因の自己免疫疾患であるということと一致していると言えます。すなわち疾患感受性スニップにエンリッチする転写因子を同定することで、その疾患の発症や進行に関わる分子基盤の解明につながるのではないかというふうに思います。また他の利用例になりますけれども、こちらは他の利用例ですけど、薬剤や老化、がんといったさまざまな研究分野で利活用されていまして、多数の共同研究等も行っております。ちょっと時間の都合上すべてを話すことができなかったのですが、詳しくはこちら展示会場のバイオデータベースコーナーにてチップアトラスのブースを出しておりますので、明日明後日にぜひお立ち寄りください。でこちらのブースではチップアトラスの開発者の沖の方が担当しております。謝辞はスライドを持って返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。